皆さんこんにちは。エビカニと申します。今日はハードオフにあったギガバイトの GTX 970を修理していこうと思います。箱付きで見た感じの状態はまあまあ良さそうですね。裏のタンタルコンデンサーはちょっと傷が入ってますけど、まあ動作には問題ないと思います。性能的には前回修理した GTX 780に比べて少し上。そしてまだまだ使っている人が多いと言われている GTX 1060の 6GB よりも少し下ってところみたいですね。最新の重いゲームを高画質でやりたい人には、さすがに無理があると思いますけど、フォートナイトとか Apex とかも推奨要件満たしているのである程度はできると思います。少し前のゲームするならまだまだ活躍できそうなグラボですよね。さて、ジャンクの症状なんですけど、画面上半分にノイズが出るとのことです。で、それでですね、前回直した GTX 780もノイズが出るジャンクで、メモリのリフロー修理を行って直すことができたんですけど、コメントで解説に間違いがあることを教えていただいてですね。いやー、非常にお恥ずかしいですね。それで一応間違ったままだと良くないかなと思うんで、今回は正しい説明をしつつ、汚名返上していこうかなと思います。で、動作確認はあらかじめしておきました。その時の様子がこんな感じ。前回の GTX 780の時と同様にノイズが乗っている感じですね。違うところといったらドライバーが当たるとこんな風に画面がバグってフリーズしてしまうんですよね。で、内蔵出力でデバイスマネージャーを見てみると正常に動作してますとのことでした。こういう場合ってエラーコード43とかが出ると思うんですけど、今回は出ませんでしたね。で、そして GPU-Z を確認したところフリーズしてしまいました。まあこんな感じできっちり壊れていました。ノイズの出るグラボってほとんどメモリ部分に不具合があることが多いので、メモリテストをしたところ結果がこちら。ドン。FBIOD の0に大きなエラーが出ていますよね。ちなみに2桁3桁の小さなエラーはこのメモリテストのソフトの問題かなと思うので気にしません。で、あと気づいたんですけど、裏のチップコンデンサが何個か吹き飛んでますね。まあ、だいたいメモリ裏とか、まあ、この辺ちょっと映ってないかも、映りづらいかもしれないですけど、この辺のチップコンデンサが吹き飛んでますね。あとこことか。まあ、これが動作にどの程度影響があるかわかりませんけど、これもまあつけてあげないとダメですね。ということで、不具合箇所がメモリーと分かったんで、分解して中を確認していきたいと思います。はい、じゃあ分解していきます。ファンのコネクターですね。はい、分解できました。これ多分分解済みですね。メモリのところにパッドじゃなくてグリス塗ってますね。あんま密着してなかったみたいですね。前の人がグリス塗り直したんでしょうね。はい、で、メモリの不具合箇所なんですけど、ここで前回間違った説明をしてしまったので、気合を入れて説明したいと思います。今回メモリテストをして判明した不具合箇所は FBIOD の0でした。で、このグラボはメモリが全部で8枚あるんですけど、メモリは大体の場合2枚で1組ってな感じになってます。GPU チップのこの三角印から対角線上のメモリ、ここから反時計回りに見て2枚組で A、B、C、D っていうような並びになっていると思います。で、今回はメモリが裏表で配置されてますけど、並び順的には多分一緒だと思います。で、0か1かメモリがあるんですけど、0がこっち、1がこっち。他も同じように0が前で1が後ろってな感じになってます。なので A の0、A の1、B の0、B の1ってやると、今回不具合のある FBIOD はここの2枚組ですね。で、ここの0がこっちですね。なので裏側ですね、この部分が不具合箇所になります。ここは周りがチップコンデンサ剥げちゃったりしてるところなので、まあ、外部から衝撃が加わってハンダクラックしたのか、
あるいはもうこの辺のコンデンサーが原因で不具合が出てるのかちょっとわかんないですけど、今回の原因はここになります。よし、決まったな。はい、ということで不具合の出ているメモリが判明したところで、軽くリフローしてエラーの値に変化が出るか試してみたいと思います。もしかしたらメモリのパンダクラックじゃなくて周りのチップコンデンサーの不具合っていうこともあるかもしれないんでね、少しだけ炙ってみます。はい、じゃあやっていきます。今回ちょっとプリヒーターを台にしてやってますけど、プリヒーターは、熱は出しません。ヒートガンのみでやります。よし、じゃあ不具合の箇所ここなんでフラックスを塗っていきます。それじゃあ炙っていきます。はい、本当に少しだけ炙った感じですね。じゃあこれで一回メモリテストをしてみたいと思います。はい、ということでメモリテストやっていきたいと思います。スイッチオン。はい、まあまだノイズは出てますね。はい、結果出ました。フェイルなのはまあそうとして、まあそれはそうとして、あれですよね、エラー数値がどうなってるかですよね。はい、どうでしょう。うん、エラーは出てるんですけど、さっきより数値が改善しましたね。おそらくはまあ、パンダクラックで問題はないと思うんで、前回はリフローだけで終わったんですけど、今回はせっかくなんで、リボールに挑戦してみたいと思います。まあ、うまくいかなかったら、もうグラフィックボードをぶっ壊しちゃうことになるんですけど、自分の技術向上のために挑戦してみたいと思います。はい、ということで一回また分解しました。まあ、リボールっていうのは一回メモリを剥がして、メモリについてるハンダとか基板についてるハンダを全て除去して新しくハンダを付け直すっていう作業ですね。まあ、多分リフローだけでも治るとは思うんですけど、練習って感じですね。まあ、リボールの練習自体は、何回かやってるんですけど、まあ、ちゃんと生きてる基板でやるのは初めてなんで、成功するかどうかちょっと不明ですね。よし、じゃあまずはこのメモリを剥がしていきたいと思います。フラックスを多めの方がいいのかな、ちょっと多めに塗ってヒートガンで炙って取っていきたいと思います。よし、取れました。はい、メモリチップが外れたら冷めないうちにここについているハンダを除去していきます。なんか自分的にフラックス多めにやった方が安定して取れる気がします。まずは、ハンダを付け足して、ハンダをこんな感じで付け足してコロコロしちゃいますね。はい、まあ、こんな感じでいいでしょうか。で、余分なハンダが取れたら、ハンダ吸い取り線で吸い取っていきます。ここが難しいんですよね。まあ、こんなもんで、ね。とりあえずあんまりガシガシやりすぎると多分パターンが剥げて取り返しつかなくなっちゃうんで、こんなもんにしときます。あとはこれ一回掃除します。がっつり綺麗に取れてるってわけじゃないですけど、まあこれぐらいで妥協します。とりあえずパターン剥げたりとかそういうのはなさそうですね。よかった。はい、次はメモリの方ですね。メモリの方も掃除していきます。やりづらいな。
はい、ここから音声が入っていなかったので後取りです。掃除が終わったメモリチップにハンダボールをくっつけていく作業をしていきます。これはステンシルといって、ハンダボールがずれないようにメモリチップに乗せていくやつですね。まずはフラックスを薄く塗っていきます。あまり多く塗りすぎるとこの後やりにくくなるので注意です。綿棒を使ってますけど、筆のようなもので伸ばした方がやりやすいかなと思います。そしたら先ほどのステンシルの穴とメモリチップのランドが合わさるように配置します。ちなみに自分は持ってる道具の中でやっているので、もっとやりやすい方法はあると思います。あくまでこんな感じでやりましたよってな感じで見ていただけたらなと思います。固定が終わったらハンダボールを入れていきます。今回はステンシルに書いてある 0.45 サイズを使っていきます。上からパラパラーっと振りかけて綿棒などで鳴らしていきます。結構細かいので不器用な自分にとっては難しいです。入れ終わったのがこちらですね。メモリチップのハンダが綺麗に取れていないとハンダボールがうまく入らないので、ハンダ除去だけはきっちりやった方がいいと思います。そしたらヒートガンで加熱していきます。いつも通りの風量でやるとハンダボールが吹っ飛んでいっちゃうので、弱風でじっくり加熱していきます。実はこの時一度失敗してしまったんですよね。加熱が不十分でハンダがくっついていないところがありました。修正を試みましたがうまくいかなかったので一度やり直しになっちゃってます。2回目のリボールが終わったところで音声が復活しました。はい、これ今ヒートガンで炙った後なんですけど、ちょっと冷ましてからステンシルを剥がします。うまくできてるといいんだけどな。ちょっといくか。よし、剥がれた。さあどうですかね。お、意外にうまくいきましたね。よかった。よし、とりあえずこれでリボールですね、終わりました。でこれを基板につけていきたいと思います。はい、そしたら先ほどの基板にメモリチップを取り付けていきたいと思います。じゃあフラックスを塗っていきます。ここに、印があるんで、メモリのこの丸ですね、ここと矢印を合わせておきます。よし、こんなもんかな。位置がだいたいあったんで、これをまたヒートガンで加熱してくっつけていきます。さあうまくくっつくといいんですけどね。ちょっと沈み込んだ気がしますね。フラックス足してみます。よし、動いた。プルッてした。はい、こんな感じですね。多分くっついたと思うんで、冷めたら一回動作確認していきたいと思います。はい、ということで仮組みしました。無事に動いてくれるでしょうか。ちょっと緊張しますね。それでは電源入れます。スイッチ、あ、ちょっと爆発したら怖いな。スイッチオン。電源入ってねえな。メインスイッチの入れ忘れはもう直らないな。さあ電源入れます。スイッチオン。よし、ファン回った。出力あるかどうか。お、あ、映った。よっしゃー、リボール成功かな。これはとりあえず OS 入れてるんで立ち上がるまで待ちます。はい、 OS 立ち上がりました。マジか、リボール成功。とりあえずデバイスマネージャー見てみます。はい、 GTX970 正常に動作してます。GPUZ も立ち上がりましたね。メモリ4ギガちゃんと認識されてます。マジか、リボール成功じゃん。じゃあちょっと
ベンチマーク回してみます。まだコンデンサーとかつけてないんで、どんな動きになるかわかんないですけど、このまま動作チェックもしちゃいたいと思います。スタート。ドラクエベンチですね。はい、ということで無事にドラクエベンチ完走できましたね。いやマジか、リボール一発で成功すると思わなかったな。まあでもとりあえずコンデンサーたくさんついてないところがあるので、とりあえずこの軽いベンチマークだけで終わらせたいと思います。じゃあ一応またメモリテストやってみます。まあ、このメモリテスト多分合格することないんですよね。エラー出ちゃうから。なんで大きいエラーがなくなればそれで OK ですね。はい、とりあえずはフェイルってことで、これはもうしょうがないですね。はい、こんな感じで大きいエラーが出てたところがなくなったので、これはもう修理成功というかリボール成功って感じでいいんじゃないでしょうか。いやリボールできるようになったら修理の幅広がりますね、きっと。やったね。はい、ということでリボールが無事に終わったんで、この裏のコンデンサーですね、ここら辺のを全部今度はつけていきたいと思います。一応部品取りの基板、こいつとこいつがあるんで、まあ、似たようなところから拝借して取り付けていきたいと思います。はい、ということでですね、大体のコンデンサーを付け直しました。まあ、結構細かい作業だったんで、もうまたカットしちゃってると思うんですけど、一番気になるあのパターンが剥がれちゃってたところですね。こんな感じに斜めにくっついてます。でこの辺なんですけど、ちょっとパターンが追えなくて、まあ、ここはコンデンサーだと思うんですけど、この辺はちょっと分かんなかったんで、とりあえずこのままにしときます。一応ついてないコンデンサーとかあるんですけど、とりあえずは動くと思うんで、このまま組み立てていきたいと思います。でこのメモリにグリスが塗ってあるんですけど、どうなんですかね、これこのままでいいのかな、サーマルパッドの方がいいのかちょっと分かんないですけど、ここもグリスをそのまま塗っていきます。そしたら組み立てていきます。はい、組み上がりました。最後にちょっと重めのベンチマークだけやって、落ちなければ修理成功って感じでやりたいと思います。はい、じゃあ FF ベンチマークですね、 FF14 のベンチマークをやっていきます。標準品質のフルスクリーンモードでスタート。じゃあ終わりの方まで飛ばしたいと思います。はい、 FF ベンチマークも無事に完走することができました。スコアが 14,040 ですね。最初に話した GTX1060 の 6GB とスコア比べてみてもそこまで大差ないですね。まあ、若干 GTX1060 の方が高いですけど、体感できるほど違うのかなって感じですね。まあ、性能的には、まあ大体一緒ぐらいって感じなんですかね。はい、ということで、今回は GTX970 のメモリのリボール修理に挑戦してみました。結果的に大勝利ということで、めちゃくちゃ嬉しいです。まあ、修理始めて間もない頃はリボールなんて絶対無理って思ってましたけど、まあ、やるとなんとかなっちゃうもんですね。まあ、プリヒーター使って下からも加熱が必要かなとも思ったんですけど、意外とヒートガン1本でなんとかなっちゃいましたね。あとはその小さいコンデンサーが 1,2 個ついてないんですけど、とりあえずは動いてくれてます。あのコンデンサーついてないことで何か不具合起こることあるんですかね。まあいいや。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。また見ていただけると嬉しいです。さようなら。